こんにちは、カーピです。今回は S ランク右翼手ライトの強さランキング動画撮っていきたいと思います。今回のライトの12選手は非常に多彩なラインナップになっていると思います。ミート型もパワー型も走力型の選手もいますし、守備力が高い人も守備はごめんなさいっていう選手も入ってますね。めっちゃ強い選手もいますし、めちゃくちゃ使いにくい選手も入ってます。非常に面白いラインナップになっているかなと思いますね。今回はこの12選手をランキングにしていきたいと思います。強さランキングはリーグオーダーを想定したランキングになります。各項目1刻みの5段階評価で、最低が1、最高5として評価しております。総合評価はより細かく 0.5 刻みの最低1、最高5として評価します。自動操作を前提としておりますので、リアルタイム対戦は考慮には入れていません。そしてこのランキングは僕が主観で作ったものです。これが絶対というわけではありません。カーピはこう思ったんだなということで、参考にしていただけたら嬉しいです。それでは行きましょう。今回も12位から行きましょう。はい、第12位は西武木村選手を選びました。木村選手は正直かなり厳しい能力になっているかなと思います。完全走力型でミートは 57D、 パワーも 66C と、攻撃面ではかなり厳しいと言わざるを得ないかなと思いますね。守備力はご覧の通りですが、捕球とスローイングがかなり気になりますね。スローイングはある程度肩で補えるとしても、この捕球は守らせるには心配というしかないでしょう。特殊能力は超特能が流し打ち20〇になってます。この流し打ちは粘り打ちとコンボを組むことが可能ですので、覚えておくといいところかなと思います。次は第11位の発表です。第11位は DeNA 佐野選手を選びました。佐野選手は完全パワー型になってます。これはパワー型のコンボを組みますのでいいところですね。で、佐野選手も守備力はかなり厳しいなと思いますね。こちらも補給が厳しいですね。まあ補給 F とは言ってもそんなに頻繁にエラーバンバンするっていうわけではないとは思うんですが、大事なところで補給 F の選手に飛ぶとやっぱり心配ということは言えるでしょう。特殊能力はシリーズ1から変更になってチャンス20〇を習得してますね。シリーズ1では超プルヒッター持ちだったんですが、これはコンボを組みやすくなったと言えるのではないでしょうか。次は第10位です。第10位はオリックス中川選手にしました。この中川選手は DeNA の佐野選手のミート型版みたいな能力になってます。佐野選手と一緒で守備力がやっぱり心配なんですよね。今回のライトはどういうわけか捕球がやたら低い選手が多いんですよね。こちらも守らせるのは心配と言わざるを得ないでしょう。特殊能力はチャンス20〇持ちになってます。これも佐野選手と一緒なんですよね。本当に佐野選手のミート型版と言えるんじゃないかなと思いますね。続きまして第9位です。第9位はヤクルト雄平選手にしました。こちらは走力型なんですが、小5でミート走力の同値が可能になってます。弾道はラインドライブなんですが、昔はアーティストだった頃があったんですよね。そんな時代もありました。守備力は肩がすごいですよね。安心して任せられるレベルかなと思いますね。特殊能力は代打の神様を持ってます。代打で使うと能力が化けますんで、自操作するにはいい能力とは思うんですが、リーグオーダー的にはコンボは組みにくいということが言えるでしょう。続いて第8位です。第8位ソフトバンク中村選手にしました。中村選手はミート型でミートパワーの同値が可能になってます。非常に難しい称号にはなるんですが、決めることができればかなり重宝するでしょう。守備力は無難な感じですね。中村選手は捕球が非常に高くなっております。特殊能力は流し打ち20〇を持ってます。これは先ほども申しました通り、粘り打ちとコンボを組むことが可能です。続いて第7位です。はい、第7位はロッテマーティン選手にしました。こちらはパワー型で小5でパワー A に持っていくことが可能です。で、一番の特徴はここですね。肩 90S、 これは素晴らしいんですけども、これに反比例するかのように捕球が低いんですよね。結局守備は心配というしかないでしょう。
特殊能力は超プルヒッターを持ってます。これもコンボを組みにくいぶりになると思います。続きまして第6位です。はい、第6位は巨人亀井選手を選びました。亀井選手はミート型でミートとパワーのどっちを狙うことが可能です。そして亀井選手は守備力も安定してますね。無難に守ってくれると思います。で、特殊能力ですが超広角打法を持ってます。これは強選手に持っている選手が多いんでコンボも組みやすいですし、効果的にも非常に強力な特能だと思います。次は第5位です。第5位は楽天ブラッシュ選手にしました。こちらは完全パワー型でパワーが素で A に乗っているのがいいですね。で、守備力なんですがやっぱりこれですよね。捕球 F。 今回のメンツは一体どうしちゃったんでしょうか。皆さん取ることに興味がないんでしょうか。で、特殊能力は安心の超パワー比を持っております。これは一番極みコンボを出しやすい部類の能力になるでしょう。次、第4位です。第4位は阪神糸井選手にしました。今回から完全ミート型になってしまったんですが、ミート A に返り咲きましたね。素でミート A なのは非常にありがたいところだと思います。で、守備力なんですが、こちらはシリーズ1ではライトの守備力 E だったんですけども、少し上がって D まで上がりましたね。糸井選手も捕球が心配っちゃ心配なんですが、ライトは他のメンツがやばいんでライトの中ではまあまあと言えるかもしれません。で、特殊能力ですが超ラインドライブ持ちになってます。これはコンボを組みやすいとは言えないでしょう。続きまして第3位の発表です。はい、第3位は中日平田選手にしました。平田選手も完全ミート型なんですが、称号でミート A に持っていくことが可能です。平田選手の一番いいところは守備力でしょうね。ライトの皆さん呼吸がボロボロなんですが、平田選手は71と守備適性も高くて肩も強いですし、安定した守備力を発揮してくれるでしょう。特殊能力は超広角打法を持ってます。これは特能の中でも最高の特能の一つですね。続きまして第2位です。第2位は日ハム太田選手にしました。太田選手はパワー型でパワーを A に持っていくこともできますし、ミートパワーの同値に持っていくことも可能です。さらにはニーズは下がると思うんですが、パワー総力の同値も可能ですね。カスタムに幅のある選手だと思います。そして太田選手は今回の12選手の中で最高の守備力を持っていると思いますね。守備適性 A、 捕球 B、 スローイング C、 肩 A とライトとしては現役最高と言っていいんじゃないかなと思います。そして今回の第1位はこの人です。はい、第1位は広島鈴木誠也選手です。ここは今回頭一つ抜けているかなと思いますね。ミートパワーの A 同値言うことないですね。今年は非常に成績的に打率が高くなりましたんで、来季はミート型になるんじゃないかなと思ってます。ミート同値を狙える範囲に収まるとは思うんですが、称号付けが大変になる可能性もありますから、ミバ同値の鈴木選手が欲しい場合はここで頑張っておくのも手かもしれませんね。ただ気をつけたいのが、おそらく近々登場するであろうベスト9タイトルホルダーですね。ここで鈴木選手は登場することが確定的ですんで、ベスト9タイトルホルダーで取る場合は無理に狙う必要はないかなと思います。はい、というわけで今回の S ランクライト強さランキング1位は広島鈴木誠也選手ということになりました。いかがだったでしょうか。ここまでお話しした通り、かなり多彩なラインナップになっていると思います。その中でも鈴木選手は頭一つ抜けていると思いますね。今回のメンツはベスト9タイトルホルダーの対象者が鈴木選手だけっていうのも一つ特徴的かなと思います。鈴木選手以外を狙う場合は今回のガチャがチャンスだとは思うんですけども、このガチャは通常ガチャでも一番厳しい部類になると思いますので、そこは踏まえた上で回していただければいいんじゃないかなと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローぜひお願いします。ではまた。